まこなこです。さて、続きやっていきましょうか。いろんなマークついてるけど、顧客が不足とかあるね。一応動かして、今現在大きな村までなってます。この辺りのアップグレードも、どれやればいいかね、全くわからないから、適当にやっとくと言うてもないわけじゃないけど、パッと見、焼却場は案外良いんじゃない？ゴミを処分してくれると思うんで。で、とりあえず、これ葬儀。これ霊柩車っていうのは別途ないのかな？で、墓地を作れば勝手に、この霊柩車が個人を回収しって書いてあるんだけど、特に関係なく、この墓地があると勝手に取ってってくれる可能性もあるので、ここなんかくっついてないね。これ何だったか。いや、ここはあれだ。ゴミ捨て場だ。あんまり、ゴミ捨て場のそばに、この墓地を置くってのもどうかと思うけど。これなんだ。ああ、歩道へのアクセスがない。じゃあ、ここも道路を作らないとダメだった？うん、これでなんとかなった。で、ここゴミが多分運ばれると思うんで、右側は。で、こっちが墓地に関しては、うん。なんか多少高低差があるのか。少し奥の方がくぼんだけどね。まあ、こんな場所ができました。で、うん、商業施設が今重要になってるけど、さっき、あれかな？これ客が入れないとこある？ひょっとしたらこの場所。いや、賃料が高い。ここ家だ。こっち側だよね。顧客不足。こことか作られてないのは何だろう。まあだからいずれにしろ、今は商業区画が足らない。これでどうなるか。さて、パソコンの状況なんだけど、今現在、まあ、グラフィックボードは 60% くらいかな。ここまで悪くはなってない。で、今のところ、ここら辺は人がいない？遠いのかな？働く場所と、この工場までが。ちょっとエリアの拡張、やりたいが、どこでやるのかがわからない。あ、引けばいいんだっけか？いや、違うぞ。エリアの拡張はこの左側。どう行くかだよね。海側に伸ばすか、もしくはこの大きな道路、そこにつなげるか、もしくはこの上の方小さな道路が最初からあるので、ね、水辺も行っといて、ここら辺は全部取っていく。結構早くに、今、これは、なんかたくさん置けるけど、大丈夫？数合ってる？9個までなんだけど。これ購入。うん。拡張ができた。どうするかな？上の方、山あいの方に工場を持っていくか。あと道路も、1個2車線の、あ、まだくっつけられないか。縦に通そうかなと思ったけど。ならまだ1車線でいいか。この場所。こっち側に持っていく。いや、これ道路じゃないな。電車だな。間違ったぞ。電車も、まだ鉄道駅は作れないけど、どうするか。並行する形で何か作っとくか。かなり適当だけど。なんかネット情報を見る限り、そうしたね、運送手段があんまり有効に活用できないみたいなことを書いてる人がいたんで、まあ実際それがどうなのかわからないけど、自分にはね、まだやってる最中なんで。商業系結構厳しくなってるね。
適当に区分けやっといて。あんまりやりすぎても、どうかと思うけど。これ何も考えずにやってるから、あとあとね、渋滞とかどうなるか心配だけどね。低密度住宅。まあ、あとあとこっち側に鉄道何か作るんであれば、住宅右側で。で、あとは、真ん中に商業施設。これでどんなもんだろう。うん、右側案内いろいろ出るけど、もう見る余裕ないよね。ポン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 出てきてしまうんで。さて、これで、また徐々にできてるけど、電力足りてるかどうか。これを見て何かわかるかって言われると何もわからない。どこかでトータルの何か状況見られる場所があると思うんだけど、これじゃないな。なんか左側に出てきたものがあったんでね。で、金銭周りまだまだ厳しいね。はい、今いろんなもの建てたことによって税金絡みが良くなる可能性はある。どこだろう。需要でもない、これでもない、これはこっち側になってしまう。なんか左側に、あ、この電力の方か。電力の方やるとまだまだ電気たくさん発電してるんで、で電気を外に売ってるので、もう一個発電所作るって言うてもね、あるかもしれないけど。うん、いろんなものができそうだけど、それを全部把握するのは大変。いいね。また徐々に作られている。結構なんか作り終わるのが遅いようなね、気がしないでもないけど、以前もっとポン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 家が建ったような気がするけど、これ最高速度のはずなんだけど、3段階目ゲームの速度。それでもちょっと遅いような気がする。で、いい感じにバランスが取れてる。こっちがどこか工業やんないとダメだと思うけど、この先、どうするかな。もう全部2車線に、どこかで2車線にしないとダメだと思うんだけど、これ、鉄道を越えられるか。じゃあ、こっち側は、併設する形で2車線の道路も全部2車線でやってしまいましょう。で、こちら側にまた工業系。何も考えずにやってるけど本当にこれでいいのっていうね。おっと、マイルストーン見てみましょう。雄大な村に上がって、特区作成、生産パネル、あとは条例、自然災害。ちょっと待って、自然災害がこれ来るってことか。交通概要、公共交通路線とかが可能。低家賃住宅というものもできて、低密度事務所。あとは穀物栽培。わあ、これたくさん。林業、交通、バス。バスかな？あとタクシーもあるね。公共レクリエーション。たくさん解放され、タクシー最低運賃なども解放。一個一個やっていきましょうか。まず交通かな。交通から公共交通機関。これが何なのか確認したいんだけど、隠れて見えないんでね。多分バスだと思うけど。旅客輸送、貨物輸送、これがバス車庫。まあ、後々鉄道絡みとセットで行くんであれば、こっち側に車庫作って、バスは最も簡単な手段となっている。車庫、まず車庫を作って、作り終わって、作り終わってるよね。その後にターミナル。一つのターミナルで複数のバス路線に対応できる。これまたよくわからんこと言ってるね。
こっちがじゃあ駅作りましょうか。ターミナル作って。んで、バス停。これバス、あ、違うな。バス停は、なるほどね。これ、家の前でね。こんな感じで。これどれぐらいまでやればいいんだろう。また一つのバス停にどれぐらい人が乗って、でまたバスもね通るのかとか分かってないから、こういう風に長くした方がいいのか短いのいくつか作った方がいいのか。どうするか。こっち側これでいいんじゃないの。バスシェルター、バス停の代替、悪天候で乗客がここでより快適にバスを待つことが可能。バス停のスタイル、何かしらスタイルがある。でバス停の設置、今たくさん作ったので、で路線ツール、路線を作成。え、これ何、これ一個一個つなぐの。これはなんかすごい変なルートになってるけど、このつながりが綺麗につながれてるのかどうか分かってないけど、つないでくれるよねちゃんと。これここもつないで扱いになってるのかな、わからん。つながってるかどうかわからん。わからんが、つながってくるな。どう考えてもつながってないぞ。新しいバスの停留所を追加する。停留所の移転などもある。撤去もある。引き直しもある。行きましょう。よくはわかってない。他の都市へのバス路線、他の都市にも、都市外にも接続可能になる。もう一個タクシーもある。タクシーも早めにこれやっときましょうか。さてどんなもんだろう。ちょっと待って、森林火災、この移動するをやっても特に反応しないんでね。レクリエーションとはまた別ってことでね。で、これは？ランドマーク。グランドホテル。ここ住宅街にする予定だけど、まあまあまあ、ここら辺に駅作ると考えて、ランドマーク。全体が一気に星マークついてね。で、バスは終わったよね。北アメリカ式タクシーシェルター。ああ、乗り場も、このタクシーのものを作った後に乗り場も、当然、このホテルから。他、学校前もやっとくか？タクシーで。学校通う。これなんだろうな、このマーク。タクシー欲しいってことか？そういうわけではない。ああ、なんか、自動車が止まってて事故ったのかな？まあ、とりあえず適当にくっつけたので、これ何？いや、タクシーだな。期間中になってる。まあ、いろいろと今作れたんで。これ鬱陶しいね。なんかいらないような気もするけど、一応何かしらね、案内が出てくるんで。ドック作成あるけど、利用可能な新施設。ポラリススイート。滑らかなデザインと豪華な雰囲気を求めて住民が集まる。ホテル扱いか、今のは。それとも、何かしらの、また別の、
ものの可能性もある。これは公園。ランドマークどれだ。特別施設。幸福度じゃない、福祉度が上がるとなると人が多いところにやった方がいいでしょ。うん、立ち上がって。で、今、中密度の住宅がすごく必要みたいな感じになってる。駅前はあんまり建てずで。これ色ついてるよね？高密度ではないよね。中密度。いや、高密度かもな。ひょっとしたら。で、オフィス系、こちら側。やっといて、まだ需要全くないみたいだけどね。うん。ここ、多分中密度、いや、高密度がなんか必要なようにも見えなくもないけど、これ見ればいいか。高密度だ。高密度なんだけど、高密度が多分今まだ持ってないはずなので。マイルストーン、大きな町にならないとダメ。こればかりはしょうがないか。待ちましょう。住宅作って。これ大丈夫？お金絡み。いやー、収支が良くないね。税金もうちょっと取るか？だからそれやるとなんか、他のね、マイナス要素。課税、オフィス、多少。いや、オフィスゼロだから、上げなくていいか。15%。最大 30% まで。生産。うん。何かしら資源絡みも。どれだけかな？これか。いや、これゴミ処理か。資源絡みが、どこだったか忘れたけど、どこかで何かが作れたはず。電力絡みはまだまだ大丈夫。すごいね。なんかずっと右側に張り付いてるかのような、電力。張り付いてないか。消防署。タクシーサービス。タクシー車庫が必要。作ってるから大丈夫のはず。タクシースタンド。うん、スタンドも設置終わってる。急に以前やったチュートリアルが出てくるから。何かしらの、以前作れた豚小屋みたいなもの。豚小屋じゃないわ。あ、あるね、これ。畜産か。穀物絡み、こっち側肥沃な大地ってことか、こういう色がついてるってのは。だからこっち側でもいいね。となると開けるか？おっと、その前に、マイルストーン。ちっぽけな街。いやー、どんどん追加されるから、わけわかんなくなるね。複合住宅。これは高密度ではないか？野菜栽培とか、通信。郵便ポスト、郵便局、ラジオ塔、出所前プログラム、囚人の何かしら、リサイクルとかいろいろと、うん、追加されました。そこまで大きな追加ではない。いや、でもなんかテンポ早いね。そして暗くなってしまった。自分の部屋の電気も消しといて。1個2個。どうなってるこれ。つながりが。あんまりあの大きい道路の方行きたくないんだよね。何やったらいいかわからなくなる可能性あるんで。で、ストックどこだ？これで多分ここにまず一つ。で、野菜も同じような、ここを、どうするかな？こっち側も
良いと言えば良いんだよね。こっち側開けるか。操作がおぼつかない。んで野菜。木材。木材はパッと見取れそうな場所。この普通に木があるところは木材扱いいいのかな。まあその可能性あるけど、石材はこの辺り。早めにやっていきましょうか。で、多分エリア拡張が。できるはず。ここのエリア拡張、これどうなんだろう。もうここら辺一体がっつりやっても大丈夫か。大気汚染、大気が汚染されてます。どうですか。近い言いようがない。ちょっとどこら辺がどこら辺が該当の場所だったかが分かんないけど、こんな感じで。もうここら辺は全部2車線でいいでしょ。で、これも範囲を広げたい。こんなに必要かっていうね、話もあるけど。もう一箇所、こっち側ちょっと置き場所悪かったか。あとで上の方伸ばしましょう。まだ伸ばせないんで。で、ここは何が足らない。うん、車なんだろうこのマーク。え、届いてないっていう扱いか。これでどう。ちょっとこれどうなってるかが暗すぎじゃない。これ何がどうなってるか分かんないんだけど、これ道路をここまでくっつけないとダメ。なんかくっついたね。勝手に。まあ、勝手にというか今何かやったんだけど、最終的には勝手に成功してる。で、こっち側は大丈夫。悪くないんじゃない?今全く動いてなかったけど。で、高密度住宅。これさ、低の後に高密度になる?その後、商業か産業でね。これ高密度かな、もしかしたら。あ、減ってるね。高密度だった。こっち側の産業の方にもちょっと作っておいて、どうしよう。まあ、こっち側工業を作ってるんで、この適当な感じでいいのかどうかね、よく分かってないけど、まあそれでも進めてるから悪くないでしょ。で、スキルツリーでね、スキルツリーあるのはいいんだけど、何かサーバーセンター、もう市のネットワーク容量が上がるとか、通信塔もこれお金使わないと、お金じゃないわ、アンロックまずしないとダメ。地熱発電行きたいような気がする。もしくは太陽光。水力はいいでしょ。浄水場。病院。アンロック。焼却かリサイクルか。ちょっとポイント無駄に使いすぎか。大学ももう作っておきましょう。
作るというかアンロックしていきましょう。緊急シェルター、火災監視と消防本部、ヘリでもいいね。ヘリでもいいが、今はあー、ここで鉄道アンロックか。アンロック、路面電車、こんなもんか。もうポイントなくなったね。まあ、それでもなんか動いてるような感じなんで、バースも今通り抜けていったけど、バースここ2つすごいね。バースがなんか大量に、バスの数っていうのは設定してないはずなので、まあ、発展してんだかしてないんだか。これうるさいんで止めたいんだけど、全然見る余裕すらないんでね。多分だけど設定でオプション、ゲームプレイか。あのチッパーというものの案内、ポップアップ、これなくす。なぜか知んないけど、ここの画面になったら多分 GPU がすごい負荷かかったけど、なんかやったか今。引くと、引くと負荷が和らぐね。今 60% ぐらいまで下がった。で、こっち側またなんか色ついてるけど、これなんだ。歩道アクセスがない、車アクセスなし。あー、さっきなんか色は問題なくなったような感じだったけど、これ何作ったっけかな。暗くて見えないのと、そもそもまだなんか作られてないっぽいんだよね。復習じゃなく、相変わらずどこで何が作れるかがわからない。どこ行った？あの、これか。特殊産業で、木材やったんだっけか？木材じゃないな。人参か。なんか人参の施設が作られてないとか、そういうこと？これちょっとまた。これでなんか状況変わる？変わらんか？うん。ダメだ。暗くてもう何が何だか分かんないから。なんか小さな歩道を作れとかそういう可能性もあるけど。砂利道。そういうわけではないよね。重なってるからダメになってる。まあだが。時間経過でなんとかなるんじゃない？今度は事務所が足らなくなりそうな気配がある。この辺り、鉄道、このすぐそば。あんまり事務所立ってるような感じではないけどね。うん、どんなもんだろう。雨が降ってんのか。なんか負荷上がったなとか思ったけど、うん、人口増加とかしてるから。霊柩車、うん、今消えた。こっち側は救急車、病院ね。いやだから収支、まあそれでもなんかお金増えてる感じなんだよね。収支さっきまでと比べて、いや今増えたな。かといってこれ以上風上げるわけにもね。救急車、これは消防、あれ救急車絡みってどこにある？ あと大学建てましょう。アイテムが重なってる。うん、大学建てて。この真ん中の家、左右の学校でかなりクレームがね、入りそうでね。騒音問題で。あ、ようやく明るくなった。というわけで大学建って、うん、神々しい感じになっている。
確か人って選択できるんでね、随分荒ぶってね多分この幸せのあたりの文字の表示がおかしいからか、下に背が行ったり右に行ったりで。これなんだ、なんか変なマークついてるけど、放棄。え、なんで、これはランドマークか何かでね、なんで放棄された。結構霊柩車待ちが多い、労働者不足もある。でここでね、建物のアップグレードというものもある。これなんか霊柩車絡み、まあ一応遺体はここに運ばれてるんで、霊柩車回収中。どこだアップグレードは。アップグレード特に書いてない。いや下の方に書いてあるね、霊廟にするか、もしくは寺院にするか。これは霊柩車絡み、火葬場か地下墓地というのもありなんだけど、火葬場作りましょう。火葬場は確か作れたはず。あと今病院も見つかった。火葬場作れない。うん。病院もまだ作れない。これお金がないのか。いや待って、お金ガンガン減ってくのはなんで？なんかさっきと比べてすごい減ってってるように見える。1時間でマイナス5000ぐらい。この条件早く達成して、これ達成するとお金もらえると思うので、それに期待するしかないと思う。次まであと3000ぐらいの経験値が必要。これなんだ、これ霊柩車今入ってった。うん、また入ってった。多分人数増えてるね、遺体の数が。とか言っていたらまだまだ住宅が必要になっている。どうするかな、あんまり建てられそうな場所がないのと、今度は商業施設も。これなんだろう、この色、需要があるってことか。工業も多少あんまり関係ないか、需要とかは。地味な展開が。そしてこれは顧客が不足、顧客不足で苦境に立たされている。うん、まあそれでも日本語に関してはそれなりになんかちゃんとしてるよね。そこだけでもすごいかもしれない。変に日本語ありになっててもね、全く何言ってるのか分かんないみたいなね、そんなものも多かったりするけど。顧客を連れてくるには、まあ、タクシーとかか、もしくはバス、鉄道、路面電車もあるけど、とりあえずタクシー乗り場。これで、まあ、タクシー乗ってまでね、会いに来るかみたいな問題あるけど。あ、そうだ、こっち側の人参。これどういう扱いになってんだろうな。なんか拠点みたいなものも消えてるんでね。車アクセスなし。歩道アクセスなし。あの人参作るマークが消えてしまってるから、そもそも、いやでもなんかあるよね、マークね。
おった、利用可能な施設、邸宅、映画俳優。ここ本来あるべきものがなくなってしまったのでダメになったっていう可能性あるんじゃない？うん、ここの扱いが分からなくなってしまってる。うん、顧客不足も深刻だね。比較的そばに家でも建てれば人が行ってくれる可能性あるけど、もうあんまりここそば行くと墓地とかになるんで。あとゴミ焼却、こっち側の設定はちゃんとできてるんでね。でそういうのを作る際に何か一つの拠点みたいなものがあるはずなんだけど、向こうはなんか拠点潰したのか何なのか、こういうのがなくなってる。でこれは、まあ、穀物植えてあるのか、なんか他の場所となんか見た目もあんまり変わらないけど、一応なんか生えてるかのような感じにはなっている。うん、ここクリックしても反応しないもんね。かといって今何かさらにくっつけられるかって言われると、そこまで人参作りたいかっていう問題もあるからね。これでここをくっつけらんないかな、くっつけらんないか。あっとダメか。うん、立ったね。これはこれでいいとして、こっち側のじゃあどう、あ、ブルドーザーあった。これでいいんじゃない？うん、ダメ。これをどう消せばいいのかも。わからないが、わからないんであれば諦めましょう。で、一方こっち側。これパッと見て、あー、岩ね。あー、なんか。何やってんだか、っていうか動いてるのかどうかもわからないけど。まあそれでも問題はないような気がする。救急車待ち。よくないよ。診療所と救急車は違うよね。病院か何か。病院は救急ヘリとかも使えるようなことが書いてあるけど。どうすればいいかも、ちょっと打つ手がなくなってきたかのような。そしてここは大気汚染。まあまあ、それぐらいしょうがないでしょうと言おうと思ったけど、公園作れば、なんとかならんか。全く反応ないね。ドッグラン、犬に走ってもらって、うん、顧客不足がどうにもなってない。ここで今現在の問題とかパッと分かるものがあればいいけどね。タクシー最低運賃、これちょっと上げましょうか。あー、どうなんだろう。これ出所前プログラム、これお金かかる？かかんなきゃいいけど。それでもお金プラスにいってるような気がするんで、ここのマイナスになっててもね。あ、生産木材赤字、小麦はプラスだね。それ以外鶏も赤字、なんでだろう、売れてないのか。あ、なるほど、これ輸入とかして穀物うんぬんかんぬん書いてあって、最後輸出とか右下色を塗ってあるけど、緑色。どういうことだろ
何かを消えられると困るんだけど、あーなんかちょっとわかんないけど、まあ、何かその後に木材取ったならば加工してとか、そんなのがあるんでしょ。岩もこれ取れてはいるんだけれども、輸出した際に赤字になってるってことかな。これはなんとか黒字にしないとダメなんだけど、何かしら生産系やらないと。そうこうしていたらまた家の需要が、どこら辺がいいんだろう。おっと、ストリームラインダイナー、ダイナーというのは何だか分からんけど、こんなもんで住宅また満たされてくれればいいけど、やっぱり適当にやりすぎるとどうにもなんなくなるね。何も考えずに場当たり的にやってるけど、あと通信、郵便サービス、うん、市民や企業にとって重要な通信手段、郵便局、郵便局作る、で郵便ポスト、あまず郵便局、これもこっち側でいいんじゃないか。で郵便ポストは適当に、うん、まあここら辺に建てる。いやこれ一個一個やっていくの大変だね。学校のそばにも建てる。これによってどういう効果があるかがわからないけど、あでもプラスになってるね。ポスト1個作るだけでこんなにもみんな喜んでくれるんだれば言うことないでしょ。あんまりこっちは喜んでくれなかったね。悲しいことに、まあ、そもそもまだ家が建ってないっていう可能性がある。さて急成長中の町になった進捗パネル、いや今回なかなか進まないね。新たに使えるもの、ここら辺が限定されてるんで、織物用繊維栽培、大型車両禁止で高度汚染処理、ここら辺は何だろうな、条例の方なのかそれともまた別なのか。条例どこかわからない。さてこっち側、1個2個3個4個5個6個、あー道路の方行くかどうかだよね。7個8個購入、うん、そして夜なので暗くてよく見えない。ここら辺鉄道を走らせたい気はするけど、どんなもんだろう。あなんだこれ、うん火事があったのか、もしくは救急車か。今もう帰ってった？早いね仕事が。いいねこういう景色は魅力的だよね。多分朝になると思うんだけど、これ太陽じゃないの？
ここら辺も放棄されてるね。なんでだろう。ちょっと遠いのかな。さて、そうこう言ってる間に、こっち側をくっつける。ここら辺もくっつける。ここもやってしまいましょう。見えてない。よくわからん街になってるけど、それでもなんとかね、回ってるからね。うん、市民の感情に関しては幸福度は結構高いので悪くはないんでね。で、開発、あと未だに電気とか新たなことやってないけど、仮想、それでも十分回ってる。あと5ポイント。総合大学というものもある。消防本部、警察本部といったところかな。さて、今できたもの、消防本部と、ああなるほどね、あ、これ両方とも消防本部っていう名称だね。まあまあ、そういうことを言ってもね、始まらないから。旅客と貨物用がある。車両基地、どこにくっつけるんだろう。車両基地が必要です。基地は離れてても大丈夫っぽいね。そうか、なんかこれくっつけないとダメなような気がするけど、くっつけたいけど、この回転ができないので、なんかいい感じに置けるような場所。今勝手に回転した？そうではない。あ、勝手に回転してるね。どうくっつければいいか。で、鉄道駅が必要。今回は回転しないか。あ、今回転したような気がする。うまくはまらないんでね。まあ既存のものにくっつけるのがそもそも難しい可能性があるので、これこれどうしよう。ブルドーザー使うか。お金全部戻ってくるかね、気になるけどね。まあ建設しましょうになってるけど。で、線路も作りましょう。カーブツール。カーブも描けるようになる。うん。何かいろいろとやりましょうになってます。他なんだろう。ポストはやってあるよね。ああ、基本サービス。インターネット。え、この範囲内だけ？ひょっとして。結構、範囲限定的だね。ネットに関してはちゃんと使えるようにしてあげないとね。こんなもんでいいか？コードワイヤレスサービス。うん。今何かできるわけではない。
さて需要、今度はオフィスの需要が増してきている。こっちがオフィス街にやってるつもりだけど、あんまりこっちにばかりねやっててもね、まとめた方がいいのかばらけさせた方がいいのか、うん、こっちがあれだな、いや家去ってるか、大丈夫か、これは救急車待ちならば診療所でも立ててあげて、うん、次にどれぐらいのタイミングでいくか、うん、人口増加中、これなんかずっと太陽上がってるかのような、あれか、白煙みたいなものか、これはオーロラマルシで北の大地的なね場所でのマップかもしれない。でこれ、あーこれ道路をつなげなきゃダメ、つなげなくてもいいのかなとか思って適当につけたけど、なるとこれ結構いろんなところに適当にくっつけたから、できたというかね、作ったからね。これはこういう簡単にくっつけられるとこだったらいいけど、これ火災か、この辺り燃えてんね。消防、あ今消防来たけど消す動作なく、なんか素通りしただけで火が消えていく。あとはこっち側、アイテムが重なってる、ここは壊れてもいいんだよね、ダメか、壊せないか、あ違う、こっち側が重なってるんだ、いや違うぞ、こっち側もなんか突き抜けて壊せそうなもんなんだけど、いや壊せた。この辺りも後で何か作っておきましょう。これ電力不足、単純にもう電力が尽きてるというわけではない、道路につながってないからか、いや公園一つ取っても道路つなげないとダメ、あれだな、こっち側が公園にぶつかってる可能性がある。いまいち、うん、いや公園の方を撤去すればよかったんじゃない、今よくよく考えたら撤去するものを間違ってる。あこれタクシー止まってるのか、向き合ってる、うん、この場所の前の方に列作ってるから逆じゃないとかね考えたりするけど、あと他どこかにアンテナ作ったはずだけど、これだ、うん、こんなもんかな。ここら辺は渋滞起こしてるね。とはいえ今何かできるかって言われると、こっち側か、
見たくなかったな、これは。この状況。どう対応すればいいんだろう。まあ、下ルートで。これさ、そもそもこう繋がってなくない？あ、どうだどうだ。いや、なんかそうだよね。U ターンして行ってしまってるよね、今ね。あ、これ2車線じゃないからそもそも繋げらんないのか。うんうん、くっつかないぞ。あ、なんか、ちょっと待って。地面埋まっちゃったんだけど、今車。大丈夫？動き出してる。この家なんだ？あ、使用禁止。すぐに撤去される。多少なりともこっち側ルートで自動車通ってるんで。あ、今トラックが消えた。なんかこれ大変になりそう。この後このまま適当にやってたら倒壊。建物が整備不足のため倒壊しました。どうすればいいんだろう。車線を増やすぐらいしかないけど、だからこそ最初からね、2車線とか3車線でやっとかなきゃね。もう一応これ2車線になってるのかな。さてここね、こっち側ルートから ここだよね。うまく迂回してくれればいいけど。さてこれでどうなる。あと住宅が必要になっている。まあ人をあまり多くやってしまうと。おっと、利用可能な施設、渋滞起こる可能性があるんだけど。ダメか、解消されないか。1作目の時にどうやって遊んだかがね、全く記憶にないから。1作目も結構適当にはやってたと思うんだけど、それでもある程度まともにはね遊んでいた可能性があるので、ここまで適当にね場当たり的にはやってなかったと思うから。まあそれでも動いてるようには思う。ダメかこれ。ここら辺の建物も壊せそうな建物なんだけど。うん、これでどう動く？特に動かないか？いや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 、完全に止まってしまってる。いや、止まってるのか、これ。なんだろうな、単純にこの辺り停車してるっていう可能性もあるよね。あ、でも、混雑マークなくなったんじゃない？路肩に駐車してる可能性あるのか。それでダメだった可能性があるけれども、まあ実際どうかはわからない。とはいえ、なんかうまくいったような気がするんで。
さらにやっていきましょう。複合住宅は商業スペースと居住スペースがある。うん、とりあえずガンガンとベースを作って、うん、こっち側の客が来ない、何が原因なのかが分からない。人そのものはそれなりにいると思うん でこっち側も、うん、放棄されている。なんでだろう。サービスが足らないか。ゴミ焼却場、リサイクルセンター、これはまだできない。うん、警察署、これで様子見ましょうか。なんだろうな、電車の使い方が全く分かってなかったから、この既存のレールの上に、これ電車だよね、うん。既存のレールの上に鉄道駅作るっていうパターンかと思ったけど、どうもそうじゃないよね。うん、なんかすごいでかいのが出て、はまらないんでね、これ回転させられるかどうかがちょっと分かってないので、貨物ターミナル、こういうのもある。ダメだな、鉄道はちょっと使えない可能性がある。路面電車もある。うん、線路、カーブツールなどもあって、建設しましょうになるけど、そこまで大きなルート今必要かって言われると、今後どういう感じで作っていくかを考えた上でやっていかないと。これあれか、よその場所に行くってことか。うん、あー、どう考えればいい。そしてまた暗くなってしまった。竜巻、ちょっと待って、これさ、災害こっちが災害こっちが来てる？とどまってくれてる？そこ、あー、びっくりした。雨も降ってるけど、あの辺りに拠点あったら食らってたってことだよね。うん、こっち側にちょっと鉄道を使って何か作るという手もありそう。さて、何も建てないでいると時間がなかなか進まない。これはくっつけられるか。なんだろう、ここら辺変なマークついてるけど、電力不足ね。なるほどね、いよいよ来てしまったか、電力不足が。だが、あ、石炭の前にバッテリーでもなく地熱、これで道路作って、さらにこっち側か。で、ここなんだ、送電線。送電線はこれ地面からは行ってないってことかな。多分こっちじゃないんでね、でかい方なんでね。
でかい方なんだけど、まあ、変電所が必要になるってことか。ここで変電所でかいのをまずくっつけて、くっつかんか。ちょっと近すぎた可能性あるね。これを削る。こういってこういく。これでくっついた。で、続いてこの場所から、多分2箇所通せると思うんだけど、まあ、1箇所。これは石か。こんな感じでくっつける。これで電力絡みまた一服したんで。いやいやいや、分かってきてはいるんだけど、これで後々までやっていけるかどうかは分からない。さて、他オフィスは大丈夫。産業特化、うん、繊維。ここだよね、この失敗したエリアの場所。右側行くとさらに、この緑色の場所があるんで、こっちは行きたいような気はするけど。これを削れないかどうか。あれか、小さくはできるか。すごい変な形になってるけど、ちょっと待って、これうまく閉じらんなくなってんだけど。うんうんうん、おっと、利用可能なものがまたできた。あれらも打った方がいいんだろうけど、その前にこっち側を片付けたい。わあ、なんかくっついてる。やめてくれやめてくれ、なんでくっついた。あー、ちょっと待って、こっち側だけ、こっち側だけ。あ、なんとかなった。うん、ここに立つはずの施設が立ってないから、何やってんだか分かんなくなってんだけど、これぐらいでいいか。で、治った。このマークついたまま。何にもならなかった。ここも放棄されてるね。建物ができたはいいものの、人が住み続けない。あと、こんな大きい建物を作ったかっていうね。ああ、作ったんだっけか。なんか商業系の施設もセットのやつを作った可能性がある。なんかずっと低層を求められてるかのような。ずっと低層住宅を。作り続けてるような気がする。あとわずかで7段階目まで行くんで。金銭周りも今のところは問題はなさそう。木材、やっぱ木材あれだ、緑色になってるところが該当するっぽい。こちら側をくっつける。で、この範囲を広げていく。となると、なんか産業でそれっぽいものを作らないとダメなんじゃない？邸宅、こっち側のところに作っておきましょう。
賑やかな町になった。で、宝石採掘ができて、なおかつゲーテッドコミュニティ、特内に住居または職場のある人のみが侵入を許可することで住民の幸福度が上がる。ゲーとかゲーテッドってのは門ってことでね。ということで今回ここまでで終えようかと思います。いや結構難しいというか、これで大丈夫っていうね状況になっている。これが今後ちゃんとこの左下のねメガロポリスまで行けるかどうか。いや一作目やった時にはもうちょっとちゃんとやってたような気がするんでね、果たしてどうなるのか、また次回以降も再生リストから続きご覧ください。ではでは。